気で痩せたい人はこれ、お腹と足に特に効きますので、一緒に頑張っていきましょう。では最初はウォーミングアップです。サイドリーチしていきます。このままぐーっと呼吸繰り返しますね。で、下のついてる方の肘は伸ばして、脇腹を反対に突き出すようにして呼吸しておきましょう。ふう。で、お腹も背中もなかなか硬くて使いにくい人っていうのは、まずはこの体のサイドをね、伸ばすのが最初ですよ。ここを伸ばさないと背骨もね、動きにくくなってしまい、コアも入りにくくなりますので、最初はちょっと準備運動として、で、呼吸しっかり入れます。ふう。ずっとね、このままキープするのが辛い人は、一度こう戻りながらね、やっていただいても全然 OK ですので、まずは準備運動としてストレッチです。で、左右の座骨がこう浮いてしまわないように、しっかりとマットに置いたまま伸ばすようにしてあげましょうね。で、腰反れないように気をつけます。はい、 OK。 さあ、そうしましたら今度はヒップリフトしていきましょう。はい、足拳幅です。これで気をつけたいのは、まず骨盤後傾のまま動いて、背骨一個一個剥がすように上がって、背骨一個一個を付けに戻っていきます。で、膝と膝の間開きすぎないように、拳一つ分の隙間はキープしたまま動くことも忘れずに、二の腕もマットをグッと押して使っておきます。はい、 OK です。そうしましたら今度は今のヒップリフト上でキープして足動かしましょう。では尾骨から上がって上でキープ、ずっと骨盤後傾です。二の腕も使って、ここで吸って吐いて戻します。吸って吐いて、足を交互に上げますが、この時腰反れないように、骨盤ずっと後傾のまま、太ももの裏、ハムストリングスと内転筋も使ってますか。膝が外側に開かないように注意です。はい、 OK。 では戻りましょう。そうしましたら今度は膝開きます。足の裏ベタッとつけて、ここで吐いてお尻上げて戻ります。吐いてアップ、吸ってダウン、吐いて、足の裏グーンと押し合って、この内ももも使いますよ。ふーっと、骨盤を上げ下げ、お尻も使ってますね。膝できるだけ開脚したまま、二の腕も休まずマットをしてください。はい、 OK です。そうしましたら今度はちょっとうつ伏せになります。うつ伏せになって、で、足だけバタバタさせましょう。皆さんは手の甲の上におでこ乗せといてくださいね。はい、で、骨盤は後傾気味にして、腰反らないように、足ぐーんと後ろに誰かから引っ張られているような意識で、足は床に一回一回つかないです。ギリギリのところで小さく泳いでいるような、バタ足しているような感じで動かしていきます。太ももの裏使えていますか。はい、 OK。 さあ、そうしましたら今度はですね、横向きになりましょう。はい、で、ここで吐いてアップ、吸ってダウン、吐いて、吸います、吐いて、かかとグーンと突き出して、吐いて、内もも上側を天井に近づけるような意識です。この時骨盤が前後にグラグラしないように、このお腹は真正面向けたまま動きます。ふう。ふう。繰り返して、吐いて、吸います。ふう。しっかりね、内もも使ってる意識忘れずに、で、膝は伸ばしてくださいね。伸ばしたままかかと突き出します。はい、ここで吐いて、吸います、吐いて、ふう。お腹も背中も同時に使わないと、この横向きでね、
背骨まっすぐって保ちにくいですので、足の動きですが、お腹、背中、体幹部分も使っていますので、そこもね意識していきましょうね。吐いて、吸って、吐いて、膝伸ばして、内ももを天井に近づける、天井にぐっと近づけます。はい、 OK です。はい、そうしましたら今度は四つ這いになりますね。はい、でしっかりと肩ぐーっと安定させたら、吐いて、吸、吐いて、吸います。骨盤が左右にねじれないこと、肩甲骨が寄っていかないように肩は安定させます。骨盤がこうやってひねったりくにゃくにゃしないように、この安定させた骨盤の中で動きますね。足上げるときに腰が反れないように腹部ちゃんと使っておいてください。はい、 OK。 次反対いきます。はい、しっかりと安定させて、肩こう寄らないようにぐーっとね、マット押したまま、吐いて、吸、吐いて、吸います。ふう、どうしてもね骨盤がねこう外側にこう開きたくなるんですけれども、その安定した骨盤の中で動くのが大事です。はい、可動域出すことが大事ではありませんので、そこ気をつけましょうね。吐いて、吸って、吐いて、吸います。はい、お尻に効いてきますねこれ。この骨盤を安定させるのすごく大事になりますのでね。では同じです。同じポジションから今度吐いて、サイドにアップ、吐いて、吸、吐いて。この時に骨盤大丈夫ですか？はい、足がねなかなか上がらないからといって背骨や骨盤のポジション変えないように、吐いて、吸って、吐いて、吐いて、安定させた中で股関節から動く、吐く、吸、真横、真横です。はい、 OK。 次反対いきますね。肩甲骨寄っちゃうと肩グラグラして肩周り痛めてしまう原因になりますので、ぐっとマットをします。そこで吐いて、吸、吐いて。なので こうなってほしくないですね。こう開いちゃうような形にならないように、吐いて、この骨盤と背骨の形変えずにできる範囲の可動域で動く。ふう、呼吸は止めない、腰反らないようにお腹引き上げて、肩上げないですよ、肩下げて、ここで動きます。ふう、はい、 OK。 結構お尻集中してやりましたね。そうしましたらもう一度仰向けになります。はい、仰向けになったらかかと同士くっつけて V の字作ったら、吐いて足伸ばして、吸って90度まで戻す。吐いて、この時ずっとかかと同士を押し合って伸びたら内ももピタッと閉じる。吸って、吐いて、吸って、斜めに伸ばすような感じで内転筋も使いますが、伸ばすことでね腹部で足支えるのでお腹も使っています。吐いて、吸って、はい、 OK。 では次は足パカしていきましょう。はい、手はハの字とかに開いておいてもらって足伸ばします。吸って、吐いて、閉じたらぐーっと閉じ切ってください。ぐっと近づけ、吸って、吐いて、ぐっと閉じ切る、吸って、吐く、吸って、ぐっと最後閉じ切ること忘れずに、ふう、吸って、吐く、吸って、腹部も使ってますよね。はい、お腹も背中も使ってますよ。足とお腹ぐーっと使っていきます。はい、 OK です。さあ、そうしましたら今度はですね、さっき足だけやった泳ぐような動き、手もつけていきましょう。はい、足と手伸ばして、対角線上の足と手を交互に、吐いてアップ、吐いて、足も手も4方向からぐーっと誰かに引っ張られているように伸ばしながら、腰反れないところまで上げます。骨盤は後傾方向、吐いて、
手足はギリギリのところでキープしておいてくださいね。はい、OK です。さて、そうしましたら今度はもう一度仰向けでちょっとね腹部使っていきましょう。頭の後ろにて吐く呼吸で頭のねアップ、吐いてだ、吐いてアップ、上で吸って、吐いて遠くに頭だ。肘は閉じすぎないようにワイドな肘保ったまま吐いて、上がるとき骨盤がぐらっと動かないように背骨でマットをして、頭遠くにダウン、吐いてアップ、吸って、はい、 OK。 ではここからローテーションの動きしていきます。はい、では吐いて頭胸アップしたら手をグッと伸ばします。吸ってセンター、吐いて、吸って、ちょっと頭下げていいので吐いてもう一度ねじる、吸って、吐いて胸を起こすように吸って、これ大きくねじる必要ないですよ、小さな動き、水落ちからひねる、吸って吐いて、肩甲骨浮くところまで上がりながらローテーション、ふう、はい、 OK です。さあ、そしたらですね、次片方の膝に手を置いて反対の足伸ばします。吐く呼吸で頭胸アップ、吐いて足チェンジしましょう、吐いてチェンジ、繰り返します。この時骨盤グラグラしないように股関節から足をチェンジ、吐いて、吐いて、繰り返しましょう。ぐーっと左右のつま先の高さ同じになるように自分の目でチェックしながら、ふう、はぁ、きますねさあ、では今の動きに今度は、はい、ツイストの動き加えていきます。もう一度吐いて頭胸アップ、そしたら胸の高さ変えずに手組んで頭の後ろ、ここでひねります。吐いてチェンジ、吐いてチェンジ、吐いて水落ちからひねる、骨盤がぐらぐらひねるときにしないように吐いて、肩甲骨ずっと浮いてるように胸は立たせます。吐いてチェンジ、吐いて頑張りましょう、吐いて足しっかり伸ばして、はい、 OK。 おー、きますきます。そうしましたら片足90度に上げます。反対の足かかとを上げて、骨盤グラグラしないように吐いて足チェンジです。吐いてから足チェンジ、吐いて腹部使ってから股関節から動かす、吐いてからチェンジ、吐いて、ふう、骨盤と背骨の形変えずに股関節から動きます。そうすることで股関節周辺のインナーマッスル使われますので、骨盤の位置もねキープしやすくなりますよ。はい、 OK です。そしたら今度はですね、足をハの字に手です。足を天井の方に伸ばします。そしたら吸って、肩甲骨浮かない範囲で骨盤から下をして、吐いてセンター、吸って反対、肩甲骨浮かないですよ、吐いてからセンターに戻る、吸って真横、骨盤と足一体化にさせて、吐いてセンター、吸って、吐いてセンター、吸い、吐いて、吸って、吐きます。はい、OK です。さあ、そうしましたらここからはね、ちょっと立ちます。はい。では皆さん、前にグッとキックしながらパンチです。吐いて、吐いて。こんな感じかな。見えますか？ちょっとね、頭が私擦れちゃってるかもしれないんですが、手と足前にパンチ、この時腰反れたりとか背中丸まったりしないように、尾骨真下で骨盤ニュートラル、背骨もニュートラルな状態で前にパンチキック繰り返しましょう。はい、 OK。 そうしましたら今度は足横に上げてスクワット、横に上げて、これ最後です。アップしてお尻後ろに出してグッと
ずっとお尻後ろに出してハム使ってスクワットしながら真横に足上げる。ふう、頑張りましょう。あともうちょっと。余裕ある人はね、スピード速くやってみてくださいね。さあ頑張ります。はい、しっかり上げてお尻下げる。ふう、はい、お疲れ様でした。最後までご覧いただきありがとうございます。先日インスタでアンケートを取った、痩せたい部位どこですかという質問に対して、お腹と足はトップ2。今回のトレーニングをやることでお腹と足同時にスッキリする効果がありますので、ぜひやってみてください。毎回たくさんのコメント、いつもすごく励みになっています。ありがとうございます。やっていく中での不安だったりフォームなどの質問はコメント欄でお願いします。チャンネル登録がまだの方お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。